ードは3分02秒。最初のポイントは、デビュー日本優勝グループ、与那原ゆりか。金メダルフィニッシュは、デビュー日本優勝グループ、与那原ゆりか。本命は 5000m っていうのはずっと言ってきているので、それでやっぱり12月で味わった悔しさをしっかりと、このまた大阪に帰ってこれてここで晴らしたい、そして世界でまたそのステップにしたいっていう目標でやってきていたので、まずは優勝、タイムどうこうはありますけれども、嬉しさは込み上げています。さらに自分の、もっともっと弱さを強みにしていけるように、涙を飲んだ方だったり、こうやってたくさん本当に応援してくださる方の、力を胸に秘めて、一緒に戦ってるんだという思いで臨みたいです。いろんな反対がある中でも、選手を見たいっていう一心で見に来てくれた人たちがいる中で、やっぱりどうしても走りたいっていうのがあったので、本当に皆さんのおかげです。彼女が前に出た瞬間、寸前まで800を踏んできた選手なのに、私は5000一本何の疲労もたまってない中で走るって言ったら、やっぱり恥ずかしくなって、まあきついっちゃきつかったんですけど、でも彼女に正されて粘ることができました。応援してくれる人の声だったり、応援そうじゃない人たちの声、気持ち全部含めて、全部受け止めて、日本代表として走り切りたいと思います。まだあまりやっぱ実感がないっていうのがそういう感じですね。関東委員会で出したタイムが実際出ると思わなかったので、ちょっとびっくりですね。6レーン泉谷俊介、この1本で決まるっていう部分もあるので、しっかりとそこでできるのかどうかっていう不安もあったんですけど、しっかり決めれて嬉しいです。13秒、自分は絶対に決勝ならいけると思って自分を信じたかった今回です。世界大会はまだ経験していないので、シニアの世界大会は そういう部分では、このようなタイムをしっかりと本番で出せるかっていうのが不安なんですけど、しっかりとそこを調整して出していければなって思います。負けたのはちょっと悔しいんですけれど、まずは代表権を取れて、一安心してます。やっぱり今回泉谷君が0台出したというのはかなり刺激になってますし、やっぱ自分はまだ現段階では0台というのはイメージできないので、この1ヶ月間で少しでもいい感覚をつかんで、少しでも泉谷君に追いつけるようにやっていきたいなと思っています。野本君が結構後半上がってきて競る形になったんで、ちょっと飛び込まないと多分勝てないなと思ったんで、思い切り体投げ出してゴールしました。やっぱり強い選手が出てくるんで、そこで高め合ってタイムが出せたらっていうところで、ちゃんと合わせてきたんですけど、ラシト君と石川君すごい調子良かったので、そこの2人と競って勝って、代表決まるならまだ良かったんですけど、ちょっと複雑な気持ちはありますね。石川君とラシト君の、気持ちも持っていって、しっかりオリンピックの舞台で走ればいいと思います。